アルゼンチン国立美術館。アルゼンチン国立美術館は、ブエノスアイレスにある美術館である。美術館は1895年12月25日に、ブエノスアイレスのフロリダ通りに設立され、初代の館長は、画家で美術評論家のエドアルド・スキア・フィーノが務めた。1909年に、美術館は、サンマルティン公園の新しい建物に移された。 この建物は1889年のパリ・バンコク博覧会のアルゼンチン館を解体して移設したものである。美術館は1910年に開かれたアルゼンチン独立100周年記念博覧会の展示会場の一部となった。1932年にサンマルティン公園の改装のために美術館は取り壊され、現在のリベルタドール通りの建物で1933年に 開館された。この建物は1870年代に建てられたものを建築家のブスティジョが美術館に改装したものである。1861年から何度か美術館は改装、増築が行われ、2004年に,にパタゴニアの根ウけんに別館が設立された。ありがとうございます。